そうね。よし。よろしく。ありがとう。あThank you.
いや。Thank you.
Thank you.
Thank you.
よし。はい。お。そうね。油断するな。
Thank you.
Thank you.
Thank you.
よし。Thank you.
おう。よし。ありがとう。こんなに集まってくれたんだ。帯はもっと欲しかったな。奈落に出てきた兵士が。どいたどいた。これより。ゴーラが生み出した次元、この塔の破壊、つまり国ごとに、まったくだ。わっ、皆の者よく聞け。4つの塔の攻略は守護神ごとに最適な5カ国の混成チームで行くべきだ。混成チームだって？無茶な。いきなりよそと下に負担を押し付けるな。非効率だ。エヴァン、みんなよく聞いて。みんなは支えてくれてるけど、僕はまだ国王になりきれていない。僕が頑張れているのはアルトの約束のせいだったんだ。ゴロネールを追われた時、最初はその約束、アルが僕の頭の中で仇を、でもそれは僕自身の感情、僕自身がアルの仇を討ちたい。でも今、国を作るためにたくさんの仲間を作り共に戦ってきた。
国づくりの道。でもみんな、だから僕は思うんだ。僕たちなら作れるよ。ここにいるみんなが一つになって作るんだ。そんな素晴らしい国を。そのために僕たちは戦うんだ。最後まで戦い抜くんだ。みんなで勝ち取ろう。世界に平和をもたらすための勝利を。エヴァンの言葉は兵たちの心を動かしたようだ。さすがだな。うん、エヴァンはすごいよ。エヴァンの演説で士気を上げた兵士たちは、邪神ゴーラの討伐のためモーヤ大陸へと向かった。これより各王の下で各国の兵士たちが金剛軍を編成し、4体の偽守護神の同時撃破という難関に挑むことになる。
合を入れ直せ。
ありがとう。進め。
か。よろしくね。ああ
ああ。何？いえ。あ、よっしゃ。
さて、参りましょう。行こう。
行こう。よろしくお願いします。ここは私の国か。お父さん。お前無事だったのか。怖かったよお父さん。もう大丈夫だ、お父さんがお前を守るからな。守る？お父さんが？お父さんは僕を守れなかった。 Huh?
ここまでたどり着いたもの。やめるんだ、ハムナル。闇の儀式。何を言うの？ローラ。ゴーラの。まさか。さすが。わからないか。おそらく奴の言うことは奴がゴーラの力を得たことで。まさか。それでもローラン、そんな。どういうこと？俺とお前は同じ境遇に。だからハムナルよ、ゴーラを撃って。それは。私の邪魔はさせん。我が悲願、必ず果たしてみせよ。やっぱりだけ
進め！よっしゃ。うん。ハムナル。こんな。せっ。私はアラゴリアの王だった。誰よりもアラゴリア。しかし私はアリシアノルスは邪神。私のそのためには全ての。そんなことができるのか。ゴーラはおそらくアリシアノルス強力な新玉線によってゴーラを貫き王とのつながりをよみがえらせることができれば鎧としてのゴーラを破壊できる。そうだ、愛する者、それが私の国や家族に。俺は違う。愛する人を取り戻すためなら。魔晶器はもっとうとう自分が魔し私は他の国を滅ぼし、お前は悲しい。なぜをお前とて違う。私はアラゴリアを蘇り。アリシア・ノルスの魂が。アリシアじゃない。お前は
お前がいないとアラゴリアは私は you
よ。アリシア・ノルス、君、私の愛するハムナ、私はゴーラの中にはいない。ゴーラがゴータキハト、じゃごめんなさい、膨れ上がっては、うん、私ありがとう、私を愛し続けてくれて。いつかどこかの世界でもう一度あなたと出会えることを願っているわ、ハムナ。私の愛する人、アリシア、行くな、アリシア。ハムナル、アリシア・ノルスはさ、ローランよ、彼女を愛したことか。何も間違ってはいないさ。お前は王として、歴史は精一杯生き、俺の国もそうだった。全力で戦争を避けようと手を尽くし、歴史とは。ねえ、なんだと？エヴァン、蘇らせるんじゃなくて、僕たちも作ってきたんだ。最初は小さな国だったけど、あら、俺がこのエヴァンと俺が作り始めた、エヴァンの僕が大きな王、
ようとした。エヴァン、ブラハバンの約定のもとに二の国の繁栄のため末永く団結することを。我らは今ここに誓う。ああ。ねえ。でも。ありがとう。じゃあな、エヴァン。さよなら、ローラン。エヴァン、ねえ、君は誰なの？もう分かってるんじゃないの？君は偉大。その通り。でも、え？僕は、え？僕には時間や場所を超えて僕の尊と父さん。そう。え？僕は父さん。実はね、僕。でもブラハバンは過去の人。未来に起こる出来事を語る。二の国の。うん。父さん。その貧しい国、父さん、うん、僕が受け継ぐんだ。
は二の国の王、ブラハバンである。二の国は今、一つの国となった。我が偉大なる父、エヴァンの志のもと、長い時を経て、ついに本当の二の国が誕生したのだ。私は今こそ父に誓おう。この平和を悠久のものとするために、二の国を守り続けていくことを。アルトの約束、やっと果たせたよ。Thank you.
大統領、まもなく世界首脳会議会場に到着いたします。うん、今日は何か嬉しそうですね。うん、そうでもないさ。問題は山積みだよ。世界を一つにする地球条約とは前人未到もいいところさ。確かに、達成すれば誰もやったことのない偉業ですね。うん、だがそれをやってのけたやつを私は知っている。え？遠い国の物語さ。นั่งรถไฟอ่ะอะไรกี่ภาษาสี่ตัว